昨日入荷したエアガンを紹介します。昨日こんぐらい入ってきました。このライフルはクラウンのタイプ96 10金です。スコープとサイレンサーがついてます。10金なので 0.12 弾が10メートルぐらいしか飛ばないんですけど、このシリンダーの封印を解除してうちの GTF スプリングを3本足して入れると 0.2 グラム弾で規制ギリギリの初速97ぐらいにちょうどなるので、それでカスタムします。これはクラウンのショットガンスパスのちっちゃいやつのストック付き。このストックは樹脂製でグニャグニャして全然使えないので、展開した状態でビス止めして、片当てしても折れないようにします。これも10金で弱いので、GTF スプリングを2本入れて強化します。これは何だっけ、これは丸いの10金電動ブローバック子供用の電動ガンのデザートイーグル、エアコキの18金ホップ KP85PC356 センチメーターマスター、これはさらに GTF スプリングで強くなります。で、金属塗装します。これはですね、電動コンパクトマシンガンのスコーピオン、ちょっと、中が壊れてて丸いに修理に出しました。結構修理代かかりましたね。これは10金電動ボーイズ、こっちは全部新品で、ボーイズの MP5 10金電動のグロックベレッタデルタセンチメーターベレッタベレッタ KP85 デザートイーグル、デザートイーグルと M4、 ここら辺も全部、プチ強化して金属塗装をします。今日はやりません。今日は休みにしてどっか遊び行こうかと思ったんだけど、とりあえず CA870 2丁これだけ作っちゃいました。初速97です。50メーターまっすぐ飛びます。久しぶりにメンデルに来てみた。ソロツーリングで温泉に来ました。今日は安物の10金エアコキショットガンをまとめて作ってみました。みんな18金の、強化カスタムになってます。一番上のクラウンスパスストック付きは、GTF スプリングを3本突っ込んでみたら初速96まで出ました。ぶっ壊れないか心配です。一番下は AC870 だと思われるのですが、ピストルグリップがついてます。これは初めて見ました。今クラウンで売ってる CM870 とグリップ以外は一緒。
下から2番目はクラウンの TSG1 ティーンショットガンっていう10金の弱いものです。バレルもプラスチックのまま。これは、マガジンチューブがマガジンになってるんですけど、欠品していたので自重落下式に改造しました。強化スプリングを入れて初速86ぐらい出てます。これは S2S のスーパーショットガン、ソールドオフコンバットモデルの10金仕様を、強化スプリングでポップが使えるようにして、でも初速は60ぐらい、丸いのエアコキハンドガンの強いのと同じぐらいです。一番上クラウンスパスは、強くなってます。そして本命のマルゼン CA870 回 GTF 仕様、これは、一つは可変ホップ、もう一つは固定ホップなんですけど、どちらも初速97で 50m 直進するようになってます。いつも通りです。ロフトがだいぶ片付きました。ここまで片付けるのに何日もかかってます。2回もだいぶ片付いたので、これらをまとめて制作始めます。その前にちょっと温泉にツーリングに行ってきます。おはようございます。今日の仕事は終わったので、これからリックとバイクで温泉に行ってきます。今日はちゃんとした温泉ツーリング、松木の七沢温泉に行ってきます。七沢温泉の検索するとすぐに怪しいという検索ワードが出てくるぐらい怪しいところです。では行ってきます。ここは七沢荘です。石に手を当て大きく深呼吸。すいません、こっちがそうです。
つゆがあるけどお湯は入ってないですね。出会いの場、かなり歩いてやっと温泉に着きました。